ザシアン。うわ、初手ザシアンか。え、これサザンドラ VS ザシアンは、まあサザンドラ側が出し負けだから、相手のザシアン強気な行動できるんだよな。普通に考えると、居住山かじゃれつくなんだけど、まあ相手がこっちの裏まで読んでくるんだったら、ワイルドボルトとか、ファイヤー一気読みでワイルドボルトとか、撃たれてもおかしくない。トンボ返り。結構迷ってたからな。普通にファイヤーは、ケアした動きしようとしてるだろうな。で、これファイヤーがいると、もう一ついいことがあって、相手のパーティーにメタモン入ってるじゃん。で、メタモンに、こっちのザシャンがコピられたとしても、ファイヤーで受けが成立するんだよね。まあ、そこが、こいつのいいところですね。あー、読まれていく合わせられていくまあ、ただ、剣の舞持ってるザシャンは、ワイルドボルトの採用率低いと思ってるから、いや、たまにいるけどね。ゼロとは言わない。ゼロとは言わないけど、まあ、自己レベルで割り切っていいと思うんで、鬼火で。で、これ、剣の舞ザシャンの居住山、プラス、やけど後の居住山は、耐えるんで、鬼火から入ります。外したら終わり。居住山、もう一回剣の舞されるかなと思ったけど。強す、いや、炎の体引くんかい。引くんだったら、跳ね休めでいいけど、まあ、引かなかった時が、終わってたんで、まあ、ここは鬼火って、で、跳ね休めに合わせて剣の舞とかしてくるかな。居住山は、まだ耐えますね。うん。A ぶっぱとかだと、ちょっと怪しかったけど、まあ、最初のダメージ的にこれは耐える。は？バリ、食らってぶっ飛んだ。BKB、ヒア！